どうもタムヤンです。ドラクエ3でドラクエ4続きやっていきたいと思います。前回まではこちらアレフガルド探索始めました。早速ララトームから北西ロトの印の洞窟とガライの町行きました。そしてこちらトゥードゥーリスト太陽の石、それから銀の盾ごとですね、鳴らしてみるか。これもエンカウントするんじゃない。あ、やっぱりな。それから勇者の盾ゲットしました。続きやっていきたいと思います。さあライアンチーム交代しました。アークマージ、アークマージはあれか、バラモス城に出てきたやつかな。銀の盾ごと面白いねさあそしてちょっとパーティーの並び変えました。まあ、タブヤンも成長したので先頭にして、で素早さアップのために、星フルーでは装備しました。素早さ138、守備力194、素晴らしい。そしてミネアがねちょっと弱くなるよね。守備力下がりました、95。なので一番後ろに下げてマーニャを3番手にしました。マーニャの方が守備力あるね。そしてライアン攻撃力207、この並びでいきたいと思います。いくぞ。で今回の目的なんですけど、マイラの村に妖精の笛があるっていう情報ね、トゥードゥーリストに書いてないですけど、情報ありました。そしてさらに、雨雲の杖、確かドラクエ1だと銀の盾ごとと交換じゃなかったかな。うん、ということでマイラの村目指したいと思います。まだ船には乗りません船の敵も強いだろうね。まあ、こっから東に行くドラクエ1のねスタイル。おっとスライム逃げましょうか。行こうか。まだね9月残暑が残って暑いのでねクーラーつけております。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。クーラーつけててねメモするためにポストイット机の上に置いてるんだけど風で飛びそうになるねこうか。北川マードハンドね、前回大魔人呼ぶことが分かってなんか全滅仕掛けたよねザラキやってやろうか目いっぱい。あ、大魔人呼ばれた、最悪。大魔人の攻撃力が普通に半端ないんだよね。ライアン空振り。あ、間違った。マーネとミネア変わってたのは間違った。メラミするつもりがフバー発しちゃったよ意味ねー。ミネア回復しとこうかな。まあ、ミネアマーニャもそこそこの攻撃力持ってるからね、こっちのパーティーは。まあ、ベホイミでいいか。HP 気使っていきましょう。おっと、エンカウント率よ。おっと、グール初めましてだね。グール、どうするかな。マヒアド。ザラキは効かないだろうね。マヌーサ、マヌーサ全然効かない。まあ炎系とか雷系は効くのかな。おお、今タブヤンダメージ3しか受けなかったね。あ、マヘド効くね。あ、マヘド気持ちいい、いいですね。あ、北側歩いてこっち何もなし。
ベホマラは早く覚えたいよな。僕石像か。タブヤンが素早さ上がってるからね。その分ミネアのね素早さ落ちて回復が素早くできないかもしれないけど、まあ、タブヤンもベホも覚えてるからね。いや勇者の役割が増えてきたね。やっとね第5章ボストロールが、おっと痛恨の一撃が怖いよね。まあね、メラミやっても、まあ、バイキルとライアンで言っとくか。そうだね、ザキやってみるかな。動く石像に。おお、いいね。そしてライアン攻撃当たるけど、ボストロール HP300 ぐらいあるのかな。なかなかだよね。OK。アブヤンに回復か。おっと、ミニアレベルアップです。7人パーティーだからレベル上がるのも7人分だけど、その分ね倍経験値稼がないといけないからね。運の良さ3ポイント、賢さ3ポイント、 HP4 ポイント、 MP8 ポイント。呪文は覚えませんでした。ベホマやっとくか、まあ、ライアンにもやっとけ。もう、こんな感じ。なんかちょっと地形が違うよね、ファミコン版と。これは先にサラマンダーやっつけるかな。ミニアザキやってみるか。効かない時はあるよね。ライアン空振りする時あるよね。一体も倒せないって。ザキもう一回。2回連続失敗。甘くないか。早くベホマラー覚えてほしいな。経験値多いね。ベホイミエンカウント率よ。石像、そうだね、ライデイン、ザラキ、あ、ザラキできないのか、マーニャは。マーニャ、マーヒャド、もう目いっぱいいくよ、ザラキ。一体だけか、マーヒャドも効かない。攻撃しての、メラミベホイミ痛恨の一撃食らったら嫌だからね。オッケー。いやもう雑魚戦が前回からもう楽しすぎる。ワクワクするな。おっと、で この辺であれだよね、リブルダールに向かう南への洞窟ね、あのローラ姫がいた、これがないのかな。バイキルとライアン、ザラキ効くかやってみるか。効かないか、甘いか。なんかザラキよりザキの方が効くイメージあるけどね。ここは回復しとくか。あ、そうか、マーニャーベホマ覚えてないんだね。ザキやっとけ。ライアン危ない、ザキ失敗。あ、ライアン、ナイスタイミング。どうしよっかな、こう全員攻撃でか。うわ、痛恨の一撃、あぶねー。右側の方がダメージ受けてんじゃないの。いったでしょ。マジか。自分でベホマするか、しょうがない。そのための星振る腕はですからね。いやもうど
どっちかに集中して攻撃しようよ。バランス悪いな。痛恨の一撃怖いよね。全然倒せねえじゃん。そんなにバランスよく攻撃しないでくれよ。やっとか。会心の一撃。マーニャ怒ってる。いいですね。やっとだぜ。ペホマしとくか。めんどいから。オッケー。いや、レベルが低いんだろうね。エンカウント率が高いっていうことはね、周りに対して。マヒャド。もう目いっぱい行こう。ザラキ。っていうか、イオラ2発で倒せるけど、マドハンドめっちゃ読んだな。ザラキあんまり効かないか。めっちゃ呼ぶわ。これ経験値稼ぎにいいんじゃないか。あ、マヒアド効かない時あるのね。ベギラゴンの方がいいのかな。ベギラゴン覚えてないからね、マーニャはね。アブヤンは稲妻の剣ずっとやっとけ。ということで、イオラ覚えてるかな。覚えてるよね。イオラの方がいいかな、バランス的に。もう目いっぱいいくよ、ザラキ。オッケー。イオラ2発の方がいいかもね。経験値多いな。マーニャレベルアップです。マーニャだけレベル低いよね。28、体力4ポイント、足交差 HP7 ポイント、 MP2 ポイント。おう、呪文2つ覚えました。賢者マーニャ、どっちだ。メダパニかな。あ、ベホマまだ覚えないか。ザラキ覚えたのかな、わかんないけど。どんどん成長してくれ、マーニャ。特に MP 賢さが上がってほしいよね。バイキルト、ライアン、ザラキ。もうマーニャ MP ないね。おいいね、ザラキ。ちょっと節約モードでいくか、この辺りから。マイラの村目指したいから。もしかして船でないといけないかもね、マイラの村。まあそん時はしょうがない。じゃあもう目いっぱい行こう。バイキルトライアン、ザラキ。一回も聞いたことないけど、ボストロールにザラキ。ダメか。ザラキ諦めるか。どうしようか。ルカナンでもやっとく。ちょっとベホマやっとくか。こんな一撃が怖い。あ、ルカナン効かないんだ。マジかー。メラミでもやっとくか。まあバギマであんまり効かないか。バギマやってもな。ベホマしとくか。怖いよ。あ、メラミ効かないんだ。マジか。いや、厳しいね、これ。ベホイミしかできないからな。戦うか。メラミ、もう MP ない。ベホイミ。マヌーサやれば効くのかな。今後のためにちょっとマヌーサ。あ、効かない。ボストロール結構呪文耐性あるね。意外に呪文耐性あるな。もう全員攻撃だ。これといった対策がないね、ボストロール。おお、いいね。やっと一体倒した。尺取りすぎだぞ、ボストロール。よし、ライアン当てた。
ライアンからね、二刀流だけどね、モロハの剣とね。さあタブヤンの MP 使っていくか。ここからね、間違った。ベホイミマーニャ、あ、行き止まりかな、行き止まりっぽい。ということは船でしか行けないっていうことが判明か。またこいつらが飽きてきたな。逃げようか。あ、やめてー。なんかでもボストロールっていいアイテムを落としそうな気がするけどな。どうなんだろう、ラリホー効かないか。ラリホーなんか効く呪文ありそうだけどね。一回退却するか、この辺りでね。退却したら3人交代制だから。あ、ちょっと自分回復するしかないか。他何もないな。もう一回ラリフォー。眠らない、片方眠ってる。あ、 A の方じゃなくて B をやっつけようぜ。そうそう、 B の方、 B の方いけ。あら、ぶりかーい。ボストロール飽きた、みんなも思ってるはずだ。次ライアンぐらいがレベル上がるかな。タブヤン出ずっぱりでね、レベル34、そりゃそうなるよね。必然的に。バイヒルトをタブヤンにした方が良かったか。くわ、なかなかだねこれ。回復するしかないな。ベホマライアン、危ない、助かった。いや、ミネアの MP がないとやっぱきついね、このパーティーは。ストロール、なんかアイテム落としてくれよ、こんだけ倒してるんだから。魔人の斧だったりしてね。コンボかもしれないよね。なんか自動回復あるのか、ボストロール。ボスだもんね。あ、痛恨の一撃、やべえ。見せるね、ボストロール。100ずつ回復してんのかこいつは。こんなに苦戦するか。よし、耐えた。いい加減やられてくれ。攻撃呪文ある？そうだね、今さらバギマ。長すぎない？あ、ごめん。なにこれ、なんかおかしくない？バギマ、マジか。毎度毎度緊張感あるよね。ザコセ、なんでこんな強いの？やっと倒した。ここはベホマか。いや、こんなギリギリ追い詰められる。毎度毎度マイラの村遠いね。あ、もうミネや MP なくなった。さすがにこのターンで終わるだろ。やっとかよ。この苦労よりも経験値少ない、こうないよね。もうよし、戻ろう。はい、ということで船であれか、マイラの村目指しましょうかね。
さあアリーナパーティーで行きましょう。船で。これはぐるっと回らないとダメだね。マリンスライムホロゴースト。ほうほう。目いっぱい今回も行きますね。ザラキバギマの方がいいか。ザラキやってみるか。イオナズンとかないからな。ベギラゴン、マリンスライムにどんだけ呪文使うんだっていう。ザラキはあんまり効かない。ベギラゴン効いたぜ。ブライとクリフト MP 結構ね。クリフトも成長したからね。この状態140、150、目いっぱい5。疲れたら退却すればいいだけだからね。さあ北上して、おお、テンタクルスね。はいはい、我々が海で最初に出会った敵だよねこれ。ほぼほぼ最初ぐらいの時に。ザラキ効くかな。ベギラゴン、このイカ族で一番強いやつだよねこれ。テンタクルス、稲妻の剣がちょっと弱くなってきたよね、ベギラゴンとかと比べるとね。こっちのパーティーはアリーナが一番レベルが低いんだね。あ、でも結構追いついてきたよね全員ね。ドラゴン1レベル低いやつか。ザラキリで行くか。最強の呪文でどんどん行こう。ベギラゴン。ブライはもうね、全体イオナズンも覚えるはずだから、早く覚えてほしいな。ベギラゴン、星フルーデはアリーナに装備させました。まあ、アリーナ戦闘にしてるのは守備力はないけどね、 HP もアブヤンに劣るけど、なんといっても素早さがあるから逃げるときに便利だよね。さあクリフトの回復いこう。186しかないのかアリーナね。ベホマンするのはクリフトよりブライの方が HP あるっていうね。このブライの今回の優秀さ、魔法使いとしてクリフトより HP 上っていう。さあ前回来たガライの祠ですね。これ村に発展する前の状況なんでしょうね。この島はなんかちょっと戦ってみたいっていう。あ、銀の盾ごとすればいいのかな、せっかくなんで。なんだい。普通に戦おうか。イオナズンができないからイオラで。まあ特に特別な島ではなさそうだね。はぐれメタルだけ出る島ないかな。そういうパラダイスあってほしいよね。まあ、全部メタルスライムでもいいけどね。ここも気になるね。一応やっとくか。銀の盾ごと便利ね。ちょっと BGM が長いけど一緒かーい。同じかーい。クラゴン怖くないぜお前なんか。マヒャドの方がいいのかな。やってみるか。マヒャド気持ちいい。クリフトザラキ、パーフェクトザラキ命名してやろう。はい、さっき来たのがこの島、この辺りかな。あ、キングマーマンね。マーマンの最強のやつか。2匹1匹に分かれてるからザラキかな。で、イオラ2発だね。タブヤンの稲妻の剣と。どうだ、効
かない時もある。さらに聞いた。キャダルコやってくるか。じゃあベギラゴン系の方がいいんだろうね。オッケー。クリフト純 MP 戦闘で使うからアブヤンが回復役でいいか。全員にベホイミやっとくか。満タンコマンドが欲しいよ。僕はねファミコン版だから致し方なし。さあこの東にあると見た。どうだ、ここはどこだ。また島がある。あ、なんか小島がいっぱいある。漏れなくやっとくか。なんかレアな敵出てこないかな。お前かい、逃げろ。2対1対に分かれるのやめてほしいな。ちょっと待ってね。ザラキ目いっぱいいくよ。なんかベギラゴン系の方がいいのかな。アリーナ右の方やっつけた方がよかったか。あれ効かないな。でもヒャダルコしてきたよね。ザラキ効くんかい。とはいえベギラゴンも効かない時あるんだね。仕方なし。もう、とりあえずマイラに入りたいな。ガライはなんかルーラできない場所だったもんね。ちょっと小島後回しにして。なんか複雑だね。おっと、あ、ここなんか浅瀬がある。この辺かな。あ、砂漠があって、そうだね。お、右上にちょっと見えましたよ、皆さん。ガライ見えたぜ。ザラキが、ザラキ効かないだろうな。アンデッド系だから。ベギラゴンだ、燃やせ。なんかでも、トルネコがいないからかわかんないけど、アイテムドロップが少ない気がするね、今回の。ファミコン版ってこんなもんだったか。もっと、なんか、アイテム落としてほしいよね。マイラ発見。アリーナチーム、頑張りました。マイラの村にようこそ。ということで、今回はここで区切りたいと思います。妖精の笛落ちてるんでしょうか。あと武器防具屋もきね、楽しみですね。4万8000ゴールド貯金ありますからね。次回お楽しみに。さよなら。